日本人は英語に特になると静かになっちゃうんですよね。それって実は結構海外の人に誤解される場合があるんですよね。おー、なんと。それは確かに失礼ですね。そうなんです。Hey everyone, it's Hika, your English coach! 皆さん、こんにちは。2万人以上のビジネスパーソンに英語をしてきた、ビーズメイツ英語コーチのヒカです。こんにちは、生徒のキムです。キムさん、はい、ビジネス文化っていうのを結構日本とかであると思うんですけども、はい、なんか思いつきますか？日本のビジネス文化だったら、なんかやっぱり名刺交換とか、お辞儀するとか、あと私、研修で学んだのは、タクシーの上座とか下座とか、そういうのを学んだんですけど、それはじゃあグローバルって考えてるときには、どうなんですかね、はい、そういう文化あるんですかね。確かに前の動画で日本みたいに上座下座とかはないって教えていただいたんですけど、ないね、そういうの。なんかその代わりなんかあるんですか？あるんですよ。国によっていろんな文化があるんですけども、英語話す時にはウェスタンの文化っていうのがどうしてもね入ってくるんですよ。東南アジアにいてもそれなりの共通するグローバルの文化っていうのはあるんですよ。あ、そうなんですね、はい。まあ、知ってると知らないと全然対応が変わってきますので。そんな違いあるんですね。ぜひ教えてください。はい、ということで今日のテーマは5つの、まあ、グローバルに通用するビジネス文化というのを紹介したいと思います。めちゃめちゃ興味あります。はい、最初はですね、挨拶のところなんですけども、挨拶ってめちゃくちゃ大事じゃないですか、はい。まあ、日本でも新卒の時は大事って学びますよね、はい、学びます。おはようございますとか、結構若い子は最初そうなんですけども、おはようございますとかって言う人もいるんじゃないですか、はい、そこまでね、うん、エネルギーを出さないとか、まあ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 、そこまで大事に思ってないとか、はい、でも英語話す時はその挨拶っていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ。どうすればいいですか？どんな感じですればいいんですか？朝入ってくる時に Good morning とかってやらないです。そういう挨拶ではないです。人と会う時の挨拶はちゃんと時間をかけて、うん、Hey, how's it going? So how's your weekend? Yeah, how are you doing? Honey, that's a nice jacket. この会話っていうのはめちゃくちゃ大事で、エレベーターのところに立っていてシーンとしてると違和感感じるんですよね、うん。そしてあの挨拶するときに Hey, how's it going? って言って、Good って言って会話止めちゃうと、なんか嫌なやつじゃないって、ね、思っちゃうんですよ。なるほど。ただの挨拶じゃなくて、挨拶から始まるスモールトークが大事ってことですね。そうなんですよ。そしてスモールトークがこうやって盛り上がってビッグトークになるとか、ビッグトークになるとか。私もたまにするんですけど、あんまりこう日本だったらそういうなんかスモールトークめっちゃ仲いい同士じゃないとそこまでスモールトークしないと思うんですけど、例えばなんか同じなんかちょっと他部署の方と一緒に朝エレベーターするときに、あ、おはようございます忘れるんですけど、そのまま10階までシーンとして上がる。 それがね、日本語だと別に違和感はないんですけど、なんかないです。英語だとやっぱり違和感はあるんですよね。そうなんですね、はいはい。どうすればいいですか？だからよく使えそうなフレーズ何個か、うん、月曜日だったら Did you have a nice weekend? Did you have a nice weekend? そうそう。そして金曜日だったら Do you have any plans for this weekend? Oh, do you have any plans this weekend? そう。あとは Do you have a busy day today? Do you have a busy day today? こんな感じですね。それが挨拶で、あとなんか天気とか褒めるみたいな、そういうの。そうですね。日本人天気好きだから、まあ天気もいいですよね。Wow, it's so hot today. It's a beautiful day, isn't it? なるほど。Oh, that's a nice jacket. Oh, that's a nice jacket. I like your shoes. I like your shoes. まあこういうのね、よくあります。なるほど、はい。あと英語では挨拶するときに名前をやたら使うの、気にしない？わかんないです。でも確かになんかおはようございますキムさんって言わないんですよね。日本語では言わないんだけど、はい、英語では普通に言うじゃないですか、はい、Good morning キムさん、 Hi Michelle、 How's it going Justin。 確かに名前普通に使うんですよ。あ、はい。そしてその方がパーソナルで心がこもってるっていう風に聞こえるから、そうだから挨拶っていうのはそこまで大事と思ってるからなんです。なるほど、うん。確かに前も教えていただいたのが、そのなんかフレンドリーさが一番大事、そのマナーとして大事ってことなので、うんうんうん、名前を呼ぶことによってフレンドリーさが近づくから、それがマナーですってことですね。そういうことです。はい、なるほど。ちなみに名前を知らない場合どうすればいいですか？会ったことあってね、名前覚えてないっていう場合あるじゃないですか。そこね、実は英語ではすごくね、迷うところなんですよ。はい、Hey! How's it going? そして相手が俺の名前覚えてないんだなってすぐ分かる。すぐ分かるんですよ。すぐ分かる。あとね、名前をね、やたら言うから、うん、僕ちょっと変わった名前じゃないですか、ヒカって。まあ、海外に関してはですね。まあ、日本でもそうですけどね。変わった名前ですよ。ユニークなんですけども、ヒカって覚えられなくて、ヒコとか、ヒケとか呼んじゃうんですよ、はい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 。そっちもね、ちゃんと覚えてないの、自分も認識してるから、ごまかそうとするんですよね。はい、ヒカって言うんですよ。はい、ヒコってこんな感じで隠すんだけど、絶対ヒコって言ったよなと。
なるほど。でそこで、まあ、ちょっと素直になろうと思ってすいませんダメなんでしたっけって聞くのはありですか。あー、ありありあり、それもあり。なんと聞けばいいんですか。 I'm so sorry、what was your name again? What was your name again? そうそう、お名前何でしたっけ。よく会社でネームリスト、シッティングリストみたいな、あ、座席を、そうそうそう、はい、名前が書いてあるからそれを見たりとか、あと、あ、あの人何だっけ名前って聞いてからアプローチする。なるほどですね。でもそれだけ挨拶とかね、うん、名前を使うっていうのが大事っていうことですね。なるほどですね。結構マナーです。次は会議でのマナーなんですけども、はい、会議っていうのはアクティブに参加する、はい、積極的に参加するっていうのがマストであって、はい、やっぱり日本人は英語に特になると静かになっちゃうんですよね。まあまあ、はい、まあ、あの、やっぱり言語の壁っていうのもありますし、やっぱり英語だとちょっとシャイになったりして、うん、変なこと言わないから聞き耳を持つんですけど、はいはい、あんまり発言しない、うん、それって実は結構海外の人に誤解される場合があるんですよね。なんと全然興味ないよねとか、態度がちょっと悪いみたいな、態度悪くないとか、ノーリアクションだね、ポーカーフェイスだよねとか結構言われちゃうんですよ。なるほど。 そして、あの、何も言わないっていうのも実はコミュニケーションをしてますからね、うん、何も言わないイコール私が言ってることについて I don't care だよねって思っちゃう場合なんですよ。なるほど。 I don't care, I don't understand, I'm not interested。 なるほど、ね、そうそう、でもそれをコミュニケーションしちゃってるんですよ。あ、それは確かにそんな風にこう捉えたら失礼ですね。そうなんです。なんで例えば普通のレクチャーとかね、まあ、大学とかレクチャーであって先生がいて、はい、そしてみんなこうやって入ってくるじゃん、うん、一番前の席に座る人っていうのは何も言ってなくても私は今日このレッスンを聞きに来ましたっていうことになるじゃん、はいはいはい、でも私よくセミナー開くんですけども、はいはいはい、日本で、うん、みんな後ろの方から入ってきますよね。あ、ありがたいですよね。うん、そう。そしてそれは何にコミュニケーションしてるかっていうと、私に当ててほしくない、私はねここでちょっと隠れてメールをチェックしてるのでみたいな、そういうふうに受け取っちゃうんですよ。そういうつもりじゃないかもしれないんだけど、うん、何も言わなくてもコミュニケーションっていうのはしちゃってるんですよっていうことで。なるほどですね。なので、ミーティングでもやっぱり分からなかったら、いや、I'm sorry, I don't understand, can you say that one more time? とか、オンラインだったら can you write it in the chat box? とか、ミーティングの後いろいろ聞いたりとか、それなりのリアクションは必要ってことですよね。そうです、そうです。なるほど。でもよく会議でこうやってる人もいるじゃん、そしてこうやって聞いてるのか分からないけど、一応頭をこうやって動いて、うんうんうん、え、俺やらないよ、やる。無意識、無意識。でも、あの、そうそう、さあね、それは良くないよねと。ああ、良くないよね。さあね、言わなくても、うん、はい、なるほど、なるほど、うん、こういうリアクションするっていうのは大事だと思います。初人数でも大人数でも、めっちゃ発言しなくても、その態度自体がリアクションってことですね。そうそうそう、大事ですね。はい。3つ目は初対面で会うとき、ハンドシェイク、握手、はい、握手、握手ですね、はい、まあ、日本ではねお辞儀ですよね、名刺を渡すんですけども、はい、そしてハンドシェイクって実はすごいグローバルで、うん、もうヨーロッパでもね、いろんな国でもハンドシェイクやるんですけども、はい、国によってハンドシェイクのやり方が変わってくるんですよね。例えばアラブの国だったら柔らかく持って長く持つんですよね。そしたらね、会話ね、もう1分ぐらい喋ってるんだけどずっと手持ってる。手持って、 Hi, how are you doing? How is yourfamily, oh, it's nice to see you. Oh, yeah, yeah, yeah. Do you like India? こんな感じとか、あの、イギリスはアメリカに似てるんですけども、柔らかくてあんまり動かさないんですよ。動かさない。アラブ系は動かすんですか？動かさない。アメリカはめちゃくちゃ動かすんですよ。あ、こうやって、結構硬くね、イギリスみたいな、はいはいはい、ってなるんだけど、イギリスは逆にソフトであんまり動かない。そう、これはね、グローバルでみんな違うには違うんですけども、うん、ハンドシェイクっていうのはやっぱり多くの国ではやってるので、はい、多分日本の方で海外の方会うと手をこうやって出してくる人もいるので、そこはちゃんとハンドシェイクする、うん、それじゃあどういう風にやればいいのかっていうと、ここ国によってまた違うの、いろんなパターンがあるんですけど、私は基本的にはここの部分ですよね、こうやって触る。あんまりね、なんか浅いのが、あ、ここと か, なんかちょっと変な感じ、なんかあんまり触りたくないみたいな感じだから、ちょっと深くね、こうやって入って、ここまで、はい、そしてギューはねちょっとやめて、でもあんまり柔らかくなくて適切な感じで、そしてちょっと動かして、うん、Nice to meet you、 目を見て Thank you、 Nice to meet you ってやるといいと思うかなと思いますね、うんうん、海外の人が、あの、言ってることを見たことあるんですけど、うんうん、日本の人が握手するときってなんか、あ、みたいな、こう
握手しながらお辞儀するみたいなのがあるらしいんですよ、はい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 、でもそれは実はダメで、握手するときはちゃんと人の目を見ながら握手しましょうみたいなのを見たことあります。ああ、まあそうですね、これは多分独特の日本人スタイルのとか中国でもありますね。ビジネスディールで契約するときにやっぱり両手でこうやってここ持ったりね、こことここ持ってよしってこう、そう気合が入ると、はいはい、いろんなハンドシェイクがあるんですけど、それはもしかしてそのアジア系日本とか中国とかのやり方かもしれない。こうですよね、ちゃんと握手しながら相手の目を見て、はい、はいって言うってことですね、うん、ただあのコロナになってから、うん、握手っていうのもちょっとね控えめになってきてるんですよね。会社の文化にもよって、うん、ちょっと握手はなるべくしないとかっていう風になってるから、ちょっとそこの判断がね難しいんですよ、うん、アメリカに住んでる方にでも、うん、そんなの気にしないよ、気にする人はおかしいよって思う人もいれば、はい、いやいやそんなリスク取る必要ないじゃないって思う人分かれてるので、ね、難しいんですよ正直、相手をちょっと様子見て、ここでお知らせです。動画の概要欄にある URL からビズメイツの公式 LINE 友達に登録して、簡単なアンケートに答えるだけでオリジナル Facebook10 冊が無料でもらえます。ビジネスで覚えておきたい基本動詞名詞などの完全攻略ブック、シーン別品質英語フレーズブック4冊、英会話に必要な最低限のフレーズ150選など、すべて私、ヒカが厳選した全部600選のフレーズブック10冊をプレゼントします。ぜひ見逃さず、プレゼントを受け取って、皆さんの英語学習にご活用ください。次がフィードバック。フィードバック？そう。これ日本でもだいぶ変わっていると思うんですけども、上司はここダメ、ここ良くないとかって結構はっきり言うのかなと。英語圏ではものすごいそれセンシティブであって、やたらね褒めるんですよ。私の経験だとね、褒めるっていうのはあんまりなくって、はい、まあ、人によるかもしれないですけど、それ素晴らしいよ、その調子だよ、それやった方がいいよって、こんなの。あんまりなくない？ないです、褒められないですし褒められない、誰か褒めてください褒めてる、めちゃくちゃ褒めてるじゃんみんな、ありがとうございます。身内だからかもしれない、お客さんの例えば部下にすごい優秀ですね、さすがですねとかやたら褒めるよね。あ、はいはいはい、でも身内にはね褒めないじゃないですか。そして確か家族でもそうだよね。確かに、まあ、私の母も父も日本人なので、うん、あんまり褒めてくれなかったよね結構英語圏では子供とか部下とかをやたら褒めるんですよね。そして立てる立てる、その方がみんな頑張るから、よくあるのがねサンドイッチアプローチって言って、サンドイッチね、サンドイッチの間に何がある、まあ、いろんな具材が、具材がある、これがバッドフィードバック、ネガティブフィードバックね。そしてパン、上と下にあるよね、はい、それがグッドフィードバックなんですよ。あそれを包んであげるんだよ。なるほど、そしたら飲み込めるんだよ。あ、グッドフィードバック、ちょっと本気の本音のバッドフィードバック、そうそうそう、でもよかったよ、そう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 。サンデ、例えばね、キムさん I really like your shoes very nice yeah but this report is bad nice jacket めっちゃ役に立ったなよここねすごいよくできてるねと、デザインもいいセンスだ、うんうんうん、でもちょっとここね分かりにくいからちょっとここね書き直そうよって、ね、なるほど、短くして、でも全体はねすごいいい流れでいいと思うよって、こんな感じで持ってくるんですよね。やっぱりそういう風にフィードバックもらうと聞く耳持つ、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいですよね。やっぱりそうだね、うん、そうそう、最初からうん、あの読んだよレポート、うんうん、ちょっとここ分かりにくいからちょっともうちょっと短縮して、うん、だけだとね、普段日本では少なくとも私個人が経験してたのはこちらなんで、指導される側はこんなもんだなと思ったんですけど、はいはい、なるほどですね。そう、今後外国の方の部下を持つになるかもしれないし、まあ、海外に転勤された時とか、うん、別に部下でもなくてもね、ビジネスパートナーでもベンダーでも一緒なんですけども、うん、サンドイッチアプローチって言ってちょっと意識するっていうのはいいかもしれないですね、うん、はい。で最後はやっぱりボディーランゲージ、ジェスチャーですよね、はい、そして世界でいろんなボディーランゲージがあると思うんですよね、はい、まあ、簡単に言えば例えばお金は日本語で、そして英語圏ではこっちだね、マニーとかね、そしてこっち来てはこっち来て、こっちなんです、こっち来て英語が、そう、あ、こう、これは行け行けよ、あ、こうやるとよく分かんないの、うん、え、行け行けって言ってんのか、こうやって言ってんのか、でもこっちも
行け行けってならない。いやいやいや、こう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 、いやめっちゃ失礼じゃん、なんかワンちゃんみたいにワンちゃんはワンちゃんはまあまあまあ、でもまあ確か確か これだけやるとちょっと失礼かもしれない、うん、何言いたいかっていうと、国によってやっぱり違うんですよね、それが、はい、で例えばよく見るのがさっき会議の話で出たんだけど、こうやるの、うん、やっぱり怒ってるんだよね、肩を組むのは、ね、怒ってるよねとか、そしてこうやるのもなんかつまんないみたいな、うん、あるし、はい、あとたまに見るのがそのこうやって指でこうやってこうするときに、はい、ここの真ん中の指を使っちゃう、これがポインティーフィンガーって言って刺すときにやる、だから、はい、ただ人を刺すときはこれでやるんじゃなくてこうですよね、オープンハンドでこうこうですよね、そういうジェスチャーをちょっと意識するっていうのが大事ですね。 あとこのピースサインとか、私がハワイ行った時にローカルの人に写真撮ってって言って、いやピースってこうやってやったら、いやそれは良くないよって言われて、何ですか、戦争のあれで、これ V でビクトリーみたいな意味があるって言って、アメリカ人にはちょっと失礼な場合があるって、そうなの、まあそのハワイの方は言って、それでこうやった方がいいよって、アローハですよね。なるほど。そう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 。本当に悪い意味じゃなくて、いろいろジェスチャー使っても良くないと思われるので、気をつけなければいけないですよね。知らないうちに自然と使ったあのジェスチャーが、うん、もしかして相手の国にとってはすごい失礼なことかもしれないってことですね。かもしれない。そう。どっか国行くときにはちょっと、ね、調べる、うん、あの Gestures of France とかね、はいはいはい、見るといろいろ出てきますので、まあ、そこは意識するっていうのは大事かもしれないですね。変に誤解されたくないですもんね。そうですね。うん、はい、キムさん、ここまでですね、あの5つのビジネスマナーを紹介したんですけども、うん、どうですか、言われてみたら、まあ、確かにと思うんですけど、うんうんうん、それを言われるまでは意識してませんでした、はいはいはい、ので、まあ、挨拶の方法と なんかジェスチャーとか、まあ、会議でちょっと積極的になろうみたいな、自分が普段から意識せずにやらなかったら本当に失礼になるかもしれないし、誤解されたくないので、グローバルビジネスでもし活躍する場合があったら気をつけようかなと思ってました。あ、私は今回5つ紹介したんですけども、他にたくさんあると思うんですよ、うん、だからあの皆さんも、ね、これはどうなのかっていうのがありましたら、ちょっとぜひコメント欄に書いていただけば、私の方からぜひあの返事しますので、お待ちしてます。今日の動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。 See you next time!